ええと、<laughs> せん二千二十一年か。一月の今日二日は。4日から市役所だな。知てる、知てる、知てるあのね、今年ね、あのー、多分多分じゃなくほとんど大熊町じゃ決定ですわ。あれ舐めも言うたけど、俺、俺のインター、えじゃ九百九十八年から、あの、いろいろやって、パソコンやって、今、二千二十一年か。 二十、二十一年か。二十一年ということは二十一年。二十二、二十二、三年あるわね。で、その間に情報商材販売とか、アフリエイト無料ブログでやったり、それで今度シリウス買って二万四千とドメイン撮ってたけど、転送できん、ね、それで。ほいで、ホームページビルダー屋さんの転送できとったんやけども、あまり力入れんでそのまま、それで、 後払いでいいですね、5回分たんであのサポート受け取ったら払わなかったらお、夫取引停止中しね。ほれでね、今までね、電話の事情性気づかんでね、電話機そこにね、7台ぐらいね、あの10年間なので、ね、取っちゃやめ、取っちゃやめして、今度ね、リースで1万5800円払おうって、月々頭金にね、9000円、リスもかな感しなけど、<laughs> それ取ったらもモバークとね、ヤフオクもできそうな感じ、モバーク今審査中。 で、スマップアートして、あの、今 <laughs> 頭入ってるやろスマップアートで写真がね、3000円とかね、スマップマートってあの、アイコンダウンロードしてね、皆さんも稼げるよ、携帯持っとったら。ういうね、ふと考えるとね、俺はね、これ今スマホやって、その前にね、ややこしいんですあの、生活保護でしょ 俺、仮にね、あの、三田弘子の娘、息子みたいに月60万取ったら、本当と覚せるだけ、ね、で何,何やって捕まってこかないしね、こんな生活でいいかったんですよ。俺だってあの、<laughs> 昔、江南通称淀川ガ聖子でね、えー、東京、千葉間を10回行って、お家族か高速に乗ってね、えー、あの淀川聖子の物をでね、1、えー、公開2万で往復で4万でね、えっ、ー、と、 飯賃5000円やから4万5千四十五万もらってたんだその金、ね、だからその金あるとね例えば20万使うても20万もらして来月まだ40万で60万なんでしょそのブラーってしたらポニーテールとか可愛いいちゃん二人とか、ね、そこでね250万毎日いて5万ずつ使いましたわれでクラウンの古いのやつなんてリップ払ってないけど <laughs> 顔出して人工でしてバカちゃう <laughs> これで、一番最悪はね、あの、デートしう外でカニ公園でね、その当時、当時7000円だったら、一つ、カニ3つぐらいでね。それで3つ頼んで、え ?3、二2しか。で、怪我に頼んで、いろいろ頼んで、4万ね、7000覚えてます。もう、10、20年前ぐらい。あ、ほでしょ。それで帰るし、返しあの、ねあの、また1万円しかないから、残りが5万払ったから、今 一万円で、あの、キャバクラ行って、はい、1一時間して帰って、はい、来るもん、もんない人。だそういう人生でしたけども、だ金あるとこんなもんです。で、金ないでね、今月も辛抱しようと思って、本当はできるんですけども、これに9世いるからね、この17時までリースやから。で、リースをね、あの、30時までしとってもいいんですわ。リースしても、わしは4時あるからね。 だから人間は一点集中。ほんで、そ、そでいろんなことをやって、ほんで、あるところで自分の写真をね、1年間に1億何も稼いだし、あとろうな、5年で5億だ。セットにして320円で売ったそうです三32ドル,ドル。え、3.2ドルか。32ドルか。あとろ。よいし3.2ドル。それもうちょっと、それはね、あの、英語入れな、スペルな、検索でうとこ。だから日本中でその検索してたのは俺だけ。 これ聞いた方は得意よ。なんか調べたら出てくるけど、ちょっとややこしいよ。おすと言わない。10年かかって、それがね、ヤフオクでね、今ってな話しながらな。ヤフオクでね、ニュースがね、あの、ちょこっと出たらね、もう半日で消えすわ。大げさ言うたら。それ一切乗ってこんからね。ヤフイって聞かなんか誰も教えてくれないんな。これね、舐、え、め、ー、も言うけど、こっちの携帯はね、あの、 古いから、もう夜いっぱいやからね、あの、2分も喋ったらプツッと切るいんですよ。これ4分43秒ですよ。だから、ふとかが一点集中言うけどね、それともう一つ面白い話がね、アダルト、ライブチャットでさっき見たメモ見た,ったら1億稼いだったな。17で1億稼いだとか,寝かせんけ、寝ネガセな機の、金のせびそ,そう燃やすを忘れと。 ほいで、このことね、例えばね、忘れとるのに、もうずーっとしたら、またま一年も二年も忘れるんですわ。だから難しいね、2年は。<laughs> ほいで、情報商材やってて、あの、一番売れてね、あと全然してない。要するにその、続きがないんだね、えー、性格的に。一個や諦めちゃう、それ続きって。ほいでね、あの、例えばね、今、あの、メ,メモをね、下から上まで千個ぐらい見たんですわ。そしたら頭疲れるでしょもうそれでストップ。 金持ちになるのはこれからまたやっとると思う。漫画家じゃないけど。まあ正月早々、あの、あれやね、あの、一つ切らで刺したとか。酒飲むとね、あれ怖いよ。俺の友達もね、よくあの、東京三人でわしが連れて行ったんですよ。サラキングルーの、あの、京都グルーのおっさんと。それとかあの、重機の運転手。その当時37、8かおえ。30ぐらいか。 東京行ってね、わしホスト殺ししようと思って、電、ま、話でね、よし、ちょっとったんですよ。よし、一人に、あのー、さ、先一緒にスナック行ったらね。タガわの人、わしを知らんかい、たがわを知らんかい、いってけ、喧嘩するんですわ。だから、そういう男、おもるんですわ。まあ、そういう話でした。だからね、今年、あの。なんぼね、あの、例えばね、皆さんがヒカキン、チャンネル登録してるけど、まあ。ヒカキン今いいか。まあ、一回切るわ。 もは適当に入れよう以上。